でん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 。瀬戸エンタルラジオです。お願いします。5ヶ月ぶりに動画を投稿。久しぶりすぎて作り方忘れる。武勇伝、武勇伝。ビューデンデンデデンデン。レッツゴー。ダイヤに行くまで耐久配信。ポイント下がりまくって4時間で断念。武勇伝、武勇伝。武勇伝デンデデンデン。はいどうも、ウーバーイーツで物を頼んだ時に GPS でどこにいるかずっと見ちゃう系バーチャル YouTuber の瀬戸あさみです。あるものがなくなった、足りなくなった時に別のもので皆さん代用すると思うんですけども、例えばティッシュがなくなった時はトイレットペーパーで代用したり、まな板がない時は切り開いた牛乳パックで代用したりと、まあ、そういった生活術をライフハックって言うんですよ。でそのライフハックをまとめた動画を見ていたところ、え？って思う部分があまりにも多すぎたので、今日はそれをみんなで見ていこうと思います。いや、シンプルに絞れよ。カッターあるならそれで切って絞れ。てか、その量じゃ100足らんわ。そんな方法だからこんなちょっとしか絞れないんちゃうんか。そして謎の保存意思なんだよ。絞った果実の保存なぞ聞いたことねえ。いや、セットにする必要ないだろ。労力に対する利便性が釣り合ってないって。そして削り取った消しゴムもったいな。使いやすさ追い求めて損してんじゃん。あとちゃっかり不正してんじゃねえよ。まあ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 、100歩譲って消しゴムなくなった時の代用品に輪ゴムを使うってのはいるそう。でもそのなくなった原因って消しゴム削り取ったからじゃね？まずケーブルの導線をむき出しにします。その後 LED ライトを用意してそれとつなぎ、果実の中に入れて電源につなぎます。そしたらなんと光るゴミができました。オッケー、まさか。コンドームを手首パッドにする狂った発想。それを受け取って平然と使うイカれたメンタル。ご満月な表情、おめでとうございます。変態です。いや、額に入れて飾るものの基準値めっちゃ下回ってるって。でこんな安っぽい I love you 見たことね。いや、ホームでケチってんじゃねえよ。でも E2 つ使ってるってことはキーボード2つ壊してんじゃねえかよ。そこは豪快なんかい。いや、シンプルにダセ。何でもかっこいいと思える男子中学生でもこれはダサいと思う。だからしっかり出せって。なんなん、そちらの地域のトレンドはキーボードのキーなん？出せ。いや、パンの使い方知らんやつ。